本日なんですけど、北斗の拳が1周年。皆さんおはようございます。さあ、じゃあ行きましょう。ということで行きます。はい、やっていきましょう。今日ね、北斗1周年ってことでね、本当は昨日の予定だったのを今日にずらしました。1年で何ゲーム？僕は108万ゲームぐらい。これ当たった可能性、音切れ、あ、音切れ今一瞬したかもしれない。当たりました。旅の少し休んでいきなさい。はい、でかいババア。変身をもたらす老婆、でかいババア。さあ、本日はね、1年目ですよ、北斗。222と大当たり。1年前の大当たりが何回転かちょっと忘れちゃったけど、朝一でかいババアで当たりましたよ。ありがとう、センキュー。ラチョッポさん、ありがとう、センキュー。おはスパス、センキューね。さあ、お前のようなババアがいるかと。さあ、行きましょう。で、ライス井口さん、5000のピンクスパ、ありがとう、センキュー、ありがとうございます。今日がね、北斗1周年です。あの、北斗が出た日なので、ぜひぜひね、お祝いしていきたいと思います。1年前、僕がこっからね、チャンネル登録もそうだけど、いろいろとね、皆さんに認知された日の始まりでもございます。さあ、やっていきましょう。1周年なんでフリーズ期待、今日はできたら。まあ、僕にとっても記念日だね。ずっと前からね、僕4年前ぐらいから配信はしてんだけどね。しかもバトルパートの解析っていうか演出だね。解析ではない、演出割合。俺思ったことがある、あの解析出て。これみんなも思ったかもしんないけど、これマイゲームレバーオンで抽選してんじゃねえかってちょっと思っている。サミーボイスで演出の振り上げが出たのよ。結構数字もきっちりとした。あそこで考察できることがあって、一つバトルパートの詳細の僕の考察ね、ここの成立時に、ここね、ここで確定パートが決まってんじゃねえかなみたいな。あ、でもな、そうしたら歌がちょっとおかしくなんだよな。ここの時点でもう矛盾が発生するから、最初のレバーオンで全てのパートが決まるんだと思う。で、ここで継続した場合 66% だと 28% がケンシロウの攻撃、継続した場合ね。ただ俺ここレバーオンなんじゃねえかってちょっと思ってんだよね。で、パンチじゃん。で、パンチ食らった時にケンシロウが避ける確率が 33% ぐらいなんだよ。で、食らった場合は、66% ぐらいで復活しますっていう数字が出てんのよ。で、要は何が言いたいかって言うと、これマイゲームその抽選してんじゃねえかなってちょっと思ったりする。でもちょっとそうするとおかしなところも出てくるんだけど、そしたら歌がね、発生する率が高くなるじゃん。いろいろね、考えられることはかなりあるんだが、で、これは演出の振り分けなのか、実はマイゲームレバーオンで決まってんのかがちょっと気になる。で、ラオウさん、スーパーチャット、おはスパ、センキュー、ありがとう。調子と、あ、チャンサップ、パンチとキックは大丈夫、5勝派なら仕方ないと、オッケー。ラオウさん、ありがとう。調子はいい感じよ。朝一天国スタートだから。ありがとうね。センキュー、スーパーチャット、ありがとう。ありがとう。そう、すっかり北斗おじさんがね、定着しましたけど。さあ、無双転生が近づいてる。今日も無双転。入れていこう。さあ、行きましょう。やらおうか。さあ、パンチとキックは大丈夫。で、豪勝派食らった場合は 66% の継続率の場合、一応 9.7% で下げます。まあ約 10% で下げます。あ、下げませんね、継続時は。でも下げた場合 79% 以上なんだよな。ということは 10% で、継続時の 10%、 豪勝派食らった時の継続時の 10% で昇格するってことなのかな。この辺もよくわかんねえよな。豪勝派生命保険入ってますんでね、いただきます。お願いします。ほっ、おいおい、置いてかないでくれよ。まあまあ、そんなもんだよね。まあ、復活っていうか継続時の復活の振り分けだから、言っちゃえば継続してたら関係ねえってことなんだけど、で、俺この数字がでもちょっと謎なんだよね。だからレバーオンで一連の演出振り分けは全て決まってるってサミーボイスに書いてある、過去に書いてあるんだけど、あの振り分け自体がちょっと俺的にはちょっとやっぱ色々考えられる部分、謎っていうか考えられる部分でさ、連役で昇格するじゃん、演出が。だこの辺がね、ちょっとね、レバーオンで第3ステージ離した瞬間に一連の演出は聞く通り決まってるらしいのよ。
レバー音で演出抽選ってのはちょっと違うらしい。黄色はごめん、待てだ、大丈夫。いやマジか。ちょっと恋愛が引けんって言ったら引いた。おお、氷水か。でも落ちてないかな。これがね、全長ならいいんだよ。あ、当たってたわ、ごめん。ケンシロウ、俺の名を言ってみろ。ここはです。ごめん、当たってた。貴様には地獄すら生ぬるい。設定なかったろうな。なるほどね。まあ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 、負けるときはあるからな、しょうがない。ありがとう、渚かおるさん、スーパーチャットありがとう。さあ、けど確定。はい、このチャンメなし。はい、継続よりの確定。あれ、ありがとう、継続確定。ありがとう、センキュー。なお23163、センキュー。オレンジスパ、ありがとう。さあ頑張ろう、このケンシロウ頑張ってよ。ゴーショーは生命保険は月々0円。チャンネル登録、やっちゃんの崖っぷスロパしてからどうぞ。なかなか適用されないですね。いや気持ちいいよ。だからパンチとキックは大丈夫。豪商派なら仕方ない精神でいこう。さあ継続ね、歌チャンス。歌流れませんでしたね。継続の 30% で歌が流れますので 33% ね。あー弱い。はい、よけたー、ナクショー。いやこのまま昇天行きたいね。レーンがね弱い、引けない。はい、パンチ継続確定より濃厚。はい、避けた。さあバトルパートって、中継以外の書き換えってあるんですか。あるよ。弱チェ、弱水化、強水化でなります。ねじねじで。今日の検証やる気はまだぞ。でも1円経っても勢いが衰えないってすごいよな。でおしゃくそ流れねえんだよな。のは天ではなく視聴性だ。なかなかいいね、お着空王は。でででてんてけででででででお着空。握るのは天ではなく視聴性だ。でマッスル紹介さん、スーパーチャットありがとう、センキュー。まだまだ全然プラスじゃないです。今だって投資3万1000ね、もうちょいだね、あと500枚ぐらい。で花さん、メンバーコメントセンキュー、ありがとうございます。ありがとう、こんにちは。1ヶ月過ぎました、ありがとう。これからも安田さん、皆さんよろしくお願いします。花さんありがとうね、ぜひぜひこれからもね応援よろしく。うさりでつないでもご勝破。はい、ご勝破生命保険のチャンスです。さあここでね保険が適用してましたら、リンちゃんが保険って言ってくれますんで、まあ豪商派生命保険にちょっと期待しましょう。いやもう豪商派生命保険に入ればもう怖くないんですよ。いきますよ、ほっ。まあ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 いいか。77天井経験はありますは1回だけある。ありがとう、ライスイノギさん、センキュー、スーパーチャットありがとう。まあでも基本しないよね、やっぱり。さあ頼むぞ、マジで。あと100。横につけら入れ替え立ち替えはいいの。いやそういいわけではない。まだ強水か。でも多分通常に上がったかな。4分の1で天国。5ゲーム。うわーこれ当たった、多分大丈夫でしょう。よっしゃじゃあ OK、 大丈夫よ。あれ危ねえ、セーフセーフセーフ。何なのこの強水カレンダー。これ天国だよ、天国、天国行っちゃったよ。なんで天国かっていうと、当たってない場合通常でしょ。通常で転落してなければ、今の強水カで1個分かるから天国だよ。まさか落ちたか、通常落ちたか。あ、ウイグルか。
あ、落ちてる。通常落ちて、じゃあ通常の後が。あ、いるか。うわ、いるよな。立ってんじゃねえかよ。当たり。あ、まあ確定ではないけど。ジャギには行く。まあまあ、そうだな。ウイグルか。いや、でもこれ確定ではないからね。おっと、もしかして。しかも強追加で当たる。いや、まあしょうがねえわ。湯気、無限の湯気。いや、天井ストッパーは古の昔からあるから。いや、昔からあるんですよ、天井ストッパーって。俺何度も食らってきた。俺だって鉄拳セカンドの800狙いか800ゲーム狙いで1回も天井行かなかったからね。あとモンハン、初代のあのモンハンの天井狙い、1400狙いを800ゲームが狙って1回も天井行かないから、1回だけ行ったのかな。おかしいだろうって。ヒットの天井前で、すげえ強ベル、めっちゃ中段ベルめっちゃ引くからね。なんなら確定薬も引くし、天井に恩恵あるだよね。天井ストッパーがある。そう、なぜか行く。バイオもそう。バイオ1810を1200巻狙ったの、初代ね。あのね、天井前でマジで当たる、レギュラーが1700とかで。いや、まあ確かにバイオは難しいか。まあバイオは確かに難しいんだけど、なぜか当たる、天井前に。これなるべ。ならねえか。はい、パンチ、継続の5のチャンス。大丈夫です、これユリアチャンス。あ、落ちた。天井前だったら無双点入れれば OK です。ありがとう、ソラリーさん、センキュー、スーパーチャットありがとう、ありがとうございます。さあ入れよう、その通り。さあ頑張っていきましょう。いつまでスイカの上はなぜ強靭な出目になるの。そういう仕様だからとしか言えない。いや、強スイカの出目にならないのもあるよ。あ、うえ、くそー。まあパンチとキックは大丈夫、豪勝派なら仕方ねえ。もうやだよ、こんなもう、なんすか、1200ハマってさ、きついよ。はい、ってことで、ここで一旦休憩入れます。お疲れ様でーす、またねー。はーい、戻りました、ごめんなさいね。脱走者を捕らえてまいりました。ここから入れることはできる。さあ、7枚目だ。当たった。行こう、ケースロー。ラオウの音へ。567でチェリーあたり。遊戯。はい、パンチとキックは大丈夫、楽勝。はい、豪勝派なら仕方ないと。大丈夫です、継続時3分の1ぐらいで立ちますから、 66% なら。もうやーなー、これ。さあ頼むぞ、伸ばすチャンスだからな、これ。これビタじゃないからね。さあ、まあまあいいか、緑。バトルボーナス、
いや外れるとこだった。外れるかなと思ったんだけどね。79% 以上ですね。84% 以上も可能性あるよ全然。いやあの下段まで行くとあれ外れるパターンもあるから、そしたら北斗揃いじゃん。それが一番嬉しいんだけどね。はいパンチ、はい継続確定よりの濃厚、はい継続確定、ありがとうね。バッツーさん5000円のピンクスター、センキュー、ありがとうございます、ありがとう。キーホルダーセット届きました、ありがとうございます。おめでとうございます。よかった。後半流れ変わってるね、だいぶだいぶ変わってる。初当たりも一気に初当たり早く来たし、さあ 79% 以上なんでね、怖いもんは何もないと。何にして 21% でしか落ちませんから最高。 OK、 さあここで2チェ、いけねえんだよな、いけないもんか。でゆうきさんありがとう、ゆうき実は、森泉は姉、ありがとう、センキュー。ゆうきさんスーパーチャットありがとう。チューチェ、おいえ、 79% 以上確定してるかな。うっ、あれ、まあ無双転生チャンス以上は確定です。なんで、いや俺も分かんないです、これなんでだ、なんで、まあ下パネ消えます多分。え、これ 84? いや、これね、継続率っていうより多分ね、無双転生チャンスなんだよね。いや、これ 84% じゃない。あれ、ちょっと待って。まあ、84% 以上の時が、まあ一応数字であるんだけど、66% 0.1 でしょ ?84% で 1.2、89% で 2.2% だから、まあ来やすいよね。まあ 84% 以上濃厚。さあ行きましょう。来ましたわ。これが一番大事。ここ取らんとちょっとやばいね。なんか取らねえんだよな。これで4分の1だか。さあふー4分の1 25%。リプレイはな、なかなかな。じゃベルが一番大事、まあトータルだね。でチェリーが落ち、あーやばい、大きいツルマイクなんか、なる可能性ある。うわすげえ取った、最終ゲームで取った。はい、初めてだね。一応最終ゲームのここのベルも最終ゲームのベルで取りましたね。これ結構サプライズパターンだね。ダスダー、これは初俺、まあ、結構ねやってる人見たことあるんだけど、最終ゲーム最後聞けるのな。そう、ここで聞けるのはね嬉しいわ。やってんな、ふーってなる。最終のベルかあれだからね、リプレイだからね、カットインじゃないと取れないやつだから。これやちゃんこんにちは、無双転生おめでとう、ありがとう、センキュー。チャンミーさんありがとうね、スーパーチャット感謝です。やっと入りました。去年のこの日は無双転入れられなかった。まあでも初めてのね、北斗で、なんだろう、まあどうせとも最高突破して、でなんだろう、そこからね登録者がじわじわというかかなり増えてってね、なんとね今は19万人と、もうちょいで20万人目前になってますが、はい、ありがとうございます。チャンミーさんありがとう。で黒崎源次郎さん、メンバーコメントセンキュー、ありがとう。無双転ナイス、頑張って、ありがとう。ちなみに投資は6万1000円かな、6万1000円、頑張っていきましょう。さあ行きましょう、頑張っていこう。嬉しいわ、これがあるからこそやっぱ北斗神拳って感じよな、今作の北斗の拳って感じよ。ありがとうね皆さん、スーパーチャットメンバーコメントセンキュー、ありがとう。さあここから 94% の無双転生になります。さあ行きましょう。まあこの頃はね北斗も何も分からずね、無双転生なんてあんま入んねえもんだと思ってたけど、この台ね、無双転生は結構入りやすい部類なんでね、他の AT 機に比べてね。ありがとう、 AP チェリーさん、センキュー、スーパーチャットありがとう、センキュー。やったらかっこいいよ、仕事行ってきます。
この後も無双点頑張って続きますように。ありがとう AB チェリーさん、スーパーチャットありがとう。さあ、あの閉店まで無双転生頑張りますね。まあね、宿命入んなきゃいいから、今日宿命バトル。なぜか時攻撃が来たのよ。さあ、番長砲を外したダイダーもう終わるからね。確かに出る。さっきの降格天国、今天国なんで引けねえんだよ、バカじゃねえの。前旅行の時、旅館のテレビの YouTube 全社のアカウントログインしたままだったから、いやちゃん登録しておいた。センキュー、ありがとう。いや、なんか嬉しいような悲しいような。センキュー、ありがとう。 RY さんありがとうね。スーパーチャット感謝です、ありがとうございます。センキュー。誰か見てる人いるかな。ありがとう、センキュー。スーパーチャット感謝です、 RY さんありがとう。おどと超ワンチャン無双転生チャンス、無双転生モノの飾り。よし来い。僕らはさあ、おお、あった。そうなの、平塚の、あ、そうなの。で、アベルじゃない、ここはレーカー買っといて、ストック取ってほしいな。ここのストック本当大事だから。チャンス目、チャン目は取れないんだよな。無双転生チャンスと無双転生ボーナス自体もストック当選率が3分の1だからさ、いけねえもんだな。さあ行きましょう。最終ゲームのあのピキンドピキドコかのベルとかでのストックはわからないから、実際まあストックしてる可能性はあるからね。チャン目で多分何パーだろう、 18.75 だ。メタセ100年いきましょう。僕の最高年がね79年なんで、まあそれは超えたいところ。なかなかしねえからな、レンちゃんな。さあ攻撃、いや、その攻撃じゃ。また当たった、何これ、有利感切ったとかねえよな。下はケンシロウ、いやまあないと思うけど、ないな。なんで当たっただけだった、当たっただけだったわ。当たった時の5分の1で無双転生チャンボーナスではある、最低でもね。だからどの攻撃が当たったか分かんない、百裂拳なのか蹴りなのかパンチなのか。そう、全部は攻撃が当たった抽選は内部的にはパンチかキックか百裂拳だ。はい、パンチとキックは余裕だよ、豪勝派でも怖くないと。青木優太さん黄色スパありがとう。センキュー、ありがとう。木優太さん黄色スパありがとう。さあ頼むぞ。宿の配信見てると、北斗のコンピューターちゃんと 0.1 引っ張って一杯以下に収まって治ってそうだね。まあ基本しないよ。さあ借金あるよ、まあ、とりあえず平均5連まで行きましたね。万枚頑張って狙いましょう、行きましょう。 0.1% で1000分の1だよ、8000分の1で 0.0125 じゃないの。 0.1% は1000分の1だから当たったな。ワンチャン無双転生ボーナスってますなしか。さあ楽勝、豪勝派でも怖くない、はい大丈夫です、余裕です。さあウヌの力はその程度か。なお2316さんありがとう、スーパーチャットセンキュー、オレンジさんセンキュー。戻ってきたら無双でおめでとう。飯動画、まあしょうがない、よくやった、取り返せなかったか。まあでも半分は取り返したからね。黄色でれれれれれ、だよ76枚って、76枚ってなんだよ。ゆうきさんスーパーチャットありがとう。双子の代よ。さあここでりんちゃんがね保険って言ってくれますんで、気持ち確率アップします。あ、なんなのこの台マジで。あお。だよこれよ、何してもダメじゃん。これやばくねこれマジで、こんなん絶対勝てねえんだけど。だったらさっき無双点入んなくて移動すればよかったわ。いや、やばすぎだろこれマジで。
You gay. いや、もったいねえ。皆さん、ママありがとう、ママ。大丈夫、俺には豪商派生命保険がある。さあ、ここでリンちゃんが保険と叫んだら豪商派生命保険の、継続です。頼むよ、リンちゃん、いくよ。ほっ、いや、今日やばいな、こいつ。いや、切れてないよ、切れてないです。いや、こういうの食らうと疲れんだよ。どんどん肩が重くなってくるの。うーって。展開がしんどい。今のところ移動できる台がなくて、1だったら移動しないで行きたい。いや、角はね、この店は入らない。入る店は入るんだよ、角。まあ、入らない店は入んない。さあ、頼むぞー。ちょっともうちょい連チャンさせないとまずいな。あ、俺。ちゃんめ引いたな。あ、すいません、あっちいいな。あ、当たってる？てか当たってんじゃん。待って、なんでちゃんめで当たったわ、普通に。ありがとう、若さん、メンバーコメントセンキュー、ありがとう、ありがとう。ユーゲイゲット、頑張りましょう。順道はいいね。フェザータッチ、おしゃくそ、おしゃくそだお。天ではなく視聴生だ。はい、継続。さあ、パンチとキックを放つんだ。百列拳なら嬉しいよと。じゃねんだな、なれ。そんなような剣道か。おっと、ありました、よかった。いや、日枝で取った。引くは無双で、じゃ行きましょう。取れるかな。ちょっと真剣にいくわ。取ってる、またベルから、やった。これでちょっと頑張ります、頑張ります。取れました、ありがとうございます。うるせえな。センキュー。こっからまぐるぞ、ありがとう。さあ、無双点引いていくぞ、連チャンさせよう。これはまさか豪商は生命保険の特典、そういうことです。今僕のチャンネル登録して豪商は生命保険に加入すると、なんと無双点チャンス、気持ち期待度上がりますんで、ぜひこの機会にね、僕のチャンネル登録、皆さん高評価よろしくお願いします。 Thank you。 なれ、マーダクさん Thank you。 スーパーチャタレと、いい音ありがとう。 Thank you。マーダクさん、ありがとうね。スーパーチャット感謝です。ありがとう。当たる可能性あり。当たった。ありがとうね。マーダクさん、センキュー。スーパーチャットありがとう。そして、オーカさん、メンバーコメントありがとう。センキュー。いつも楽しい配信感謝です。これからも応援し続けます。ここから閉店まで行こう。ファイト。いやー、掃除かかたん。スーパーチャットじゃなくて、すいません。大丈夫ですよ。ありがとう。オーカさん、メンバーコメント、センキュー。ありがとう。これは今の教えに取りましたね。さあ行きましょう。オーガさんありがとう。センキュー。メンバーコメントありがとう。ここで中断欲しいんだよな。無双転生揃いだ。まあ、オッケーオッケー。ここからね、本日2回目の無双転生でございます。頑張っていきましょう。さあ、ここから3000枚目指そう。まずは焦点はほぼ確認しないと。ダメですね。まあ、食っちまうか。ここからまくろう。50連はしていこう。まあ、まずは30連目標。さあ、また入りました。連続でありがとう。ただ X の DM 送ってください、もし来られる方は、もしいるなら。それじゃないとあんまお伝えできませんので、はい、ありがとうね、センキュー。あ、いいです、もうギリさいいて、ありがとうね。普通僕らは
はい、楽勝と。いや、ありがたいね、ほんと。センキュー。オッケー。はい、楽勝。はい、けど確定。楽勝。はい、パンチ、けど確定。さあ、頼むぞ。さあ、順調順調。行きましょう。で、まくるで、あと8連で頂点。あと1200枚まくれますよ、もう少しで。頑張ろう。ありがとう。センキュー。さあ、ケード確定。これはまくれるよ、この流れは。まくるぞ。さあ、来いよ、楽勝。まあ、無双転生は2回目は超えるだろう、さすがに。さあ、ここだね。まあ継続はほぼ濃厚です、僕の中では。さあ、パンチとキックは大丈夫、高勝波でも大丈夫、大丈夫です、怖くないです。はい、避けましたとね、大丈夫でしょ。高勝波、高勝波、さっさと高勝波。20連から25連が俺の中ではあれだね、キーだね。ここは超えたい。でもはい、楽勝。終わりません。あと5連でまくり、いやもうまくる。でもやっとプラスなんだよね。セーフ。そう、何個ストックあるんじゃい。まだまだ継続する。皆さん、ここでプラスになります。まくったけどプラス1件したい、もうちょっと。いいよ、中断。一応宿命バトル濃厚だけど、さっきあとした。ここに加入すれば無双点入るって本当ですか。いや、豪勝波生命保険なので、豪勝波耐えられるようになります。気持ち程度でかくなったらリプレイ来いや。来ねえか。 10%集中して、集中。ありがとう、スーパーだ、センキュー。リプレイの可能性あり。ジョシ、あー、ダメや。キクちゃんさん、ありがとうね。お仕事、お疲れ。いらっしゃい、センキュー。おめでとう、ありがとう。そして、抹茶風味さん、スーパーチャット、センキュー、ありがとうございます。閉店まで継続期待して見てます。ありがとう、ジェイさん、ヒーローさん、ありがとう、感謝です、こちらこそありがとう。さあ、頑張っていくぞ。ありがとうございます、ありがとう。やっちまった、今ね、ダメだった、今のレバー。集中して打つべきだったな。まあ、しょうがない。ジェイさん、ありがとう、ヒーローさん、ありがとうございます、センキュー、ありがとう。で、ビビさん、ヒーローさん、ありがとう、センキュー、頑張って、ありがとう、スーパーチャット、センキュー、ありがとう、ありがとうね。で、ベアさん、ありがとう、スーパーチャット、ありがとう、初スパです、ありがとう。閉店まで続きますように、初スパ、センキュー、ありがとう、ありがとうございます。村テックさん、ありがとう、スーパーチャット、センキュー、ありがとう。まだわかんねえ、今ちょっとレバー、あのね、第3停止をミスった。ここでベルナビは2チェ、レークでもいい、何でもいいから来い。ありがとう、センキュー、スーパーチャット、ありがとうございます。村田さんもありがとう。今日行け。はかめはめさん、ありがとう、スーパーチャット、センキュー。小島金払いって言って、小島金払い、ありがとう、センキュー、スーパーチャット、ありがとう。ダメか、引けねえか、すべてが23。あー、弱いな。頼むぞ。まあ、まあプラスではある、プラスではあるけどね。まあ、のこ引けねえかな。いや、まだ分かんない。1ゲームでも一応あるからね。
と真剣に伝承者としてのジム良い顔しとるな。なんでどうしたの。全てがで水吹いた。やめて、すいません。まあまあまあまだわかんないよ、まだわかんない。ため無双ないか。まあいやでもよかった、ちょっとねあれになったから戻ったから。はい、あおー、センキュー。めでで今日お旬ベル一回も来ないんだけど、安心してください。豪商は生命保険、きっとあなたの心に保険ねえわ。すぐに終わる。なんすかこれ。いやもう22時だ。ちょ、2569投資 63K 2569で、ちょっと待って、移動します。はい、初当たりクソみてえな感じです。中段もクソみてえな感じです。こんな感じ、ちょいマイナなんだよ。ヘビだね。南国行こう。南国2連単あるからちょうど、そう飛ばしゃいいから。でこれ早いから純増まだ間に合う。ビッグみたいなもんだから、あの純増リアルボーナス、やっぱフラッシュ違うね。何スリー2スルーだけ多分モードビージョン濃厚。なぜかってリプレイフラッシュが違った。1回あれ確定じゃないのかな。来た、これ。あ、つかねえか。なったー、これよ。ね。オーケー。はい、楽勝。一発で飛ばせばいい。二分の一で飛ぶ。多分、モード B だと思うから。音楽は最高。頼むぞ、飛べよ。頼むぞ。まだわかんねえよ。最終ゲームが一番期待値高いからね、飛ぶ。ダメかー、まだわかんない。32と最終ゲームがある。まだわかんないよ。まだ32ゲームあるから。もう36ゲームか。いやーダメか。でもまあ200枚あるからな。きた、おーし、なるんですよ。さあ、ありがとう。こうやって鳴らすんだ、南国たちは。これ長押しすると、まあ、裏プッシュみたいにピョコってなるの。先バレすんの。多分これあれだから、モード B だから 2分の1で飛ぶ。まあ、マジこの台当たんねえからな。俺結構南国昔から得意なんだよ、このタイプはね。 ART の南国は嫌いだったけど、回転差71回転、南国は相性いいよ。俺相性だから、まあ、昔から強い。いいよ。さあ鳴らしますよ。ありがとう。カエルさん、やっちゃんメンバーようこそ。おかえり、いらっしゃい。センキュー、カエルさんありがとう。メンバーシップいらっしゃいね。これからよろしくってか、おかえり、ありがとう、センキュー。飛べよ。ごめん、ちょっと。だよ。まだわかんない。32ゲーム。29。30。あと2回転ね。31延長した。まだいける。あ、これ当たったな。プリリプなし。うん、うまっ、うまっ、全部ビッグや。これラスト、ラスト80、横コーンなしプリリプだ。全部ビッグ、うまっ。俺さあ頼むぞ、次は飛ばそう。ここ飛べばもう勝ちよ俺で。最後取り切って終わりと。最高。まあ残念だ、北斗はな、フリーズ切らなかったらきついけどね。頼むよ。おーし、最高飛んだ。よし、あと20分しかねえけど。おーし、よし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 、おーしよしよし、オッケー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 。時間ない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 。あ、レギュラーか。いや大丈夫、どうせ2、3連だから。で 85% 超が飛んだら、偶数連ね、2連4連6連8連は 85% で、3連5連7連9連、まあそれ以降ね 75% ループになります。
もう飛んだらこっちのもんよ。そういうことじゃい。こういうことは飛ばせ飛ばせ。まあ 85% なんでね、基本飛びます。てん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 ね、余裕 85% センキュー、たろきさんありがとう、スーパーチャットセンキュー、ありがとう、ありがとうございます、センキュー。またレギュラーか、まあいいか、ラストスパート行きましょう。で次の奇数連が 75% なんですよ。ここがちょっと危ない、うん、てかなんかね、3連目でね終わるんだよ結構。そう、飛びます飛びます。さあ疑惑の 75%、 こっからいきますよ。これと飛べば、大体来ます。さあ高校ジャグで4連中ガチで帰ってきました。おかえりー。てーんてーんてーん、 75% なんだよね。簡単な技なんだけどな。ほら、まあ最終ゲームがあるか。ほら 75% じゃねえよこれ。マジかで、これあれかな、3連モードか、3連単発、うわー、3連単発モードかな。また3連で終わんのこれ。これね 75% ないよな、怪しい。マジ疑惑の判定よ。あ、あったわあったわ、すまん。でけ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 、あれ、さあまだあと16分あります。センキュー。さあ現在2974枚ですね。いいよ。で次 85% ループね、継続率。さあ行きましょう、飛びます。 85% なんでね、さすがに飛びますよ、飛びます飛びます。4連目ここ、じゃあ明日南国だよ。いや明日は関東だよ。終われっつって、いや終わるか、 85% なんて終わるわけないべよ。最終か、最終だね。あれ、いやまだある、ラストでしょ。え、嘘でしょ。そう、4連で終わるんだよな。終わり、おかしいよな。3009枚になりました。なんなの、もう毎回思う、85%、 前回も 85% スルーしたんだよな。本当あんのこれ。じゃあ皆さんまたね、ここで終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様です。じゃあまたね。